山川の侍復帰について十分入ってこられる選手かなと。球界屈指の大砲に大きな期待を寄せるのは当然の流れだろう。3回の本塁打王に輝き、通算218本塁打のスラッガー、指揮官はレギュラーシーズンで同様の活躍をしてくれれば十分入ってこられる選手かなと思っていますと明言した。そんな質問もする記者も意地が悪いし、日和った受け答えしかしない井端も井端、スポンサー的に無理やろ。確かにこれ記者が質問したから答えただけっぽいな。野球ってほんまガバガバやな。坂本も選ばれんくなったし、山川無理に決まってんだろ。おっさんだし守れるポジション少ないし入れる意味ないやん。まあ素晴らしい先輩のお付きして大バタがなんか言えるわけないよな。この手の性欲猿は甘やかすとすぐに血が出てくるから、常に罰を与えてないと同じこと繰り返すだけだぞ。でも対抗馬いないしホームラン王なりそうだよな。ネットと違って実際のファンはもうみんなは山川を受け入れてるだろう。山川が示談を突っぱねた上で不起訴になった事実を知る人は少ない。まあ実力で考えたら入ってもおかしくはないわな。WBC 優勝の立役者の一人やし。ご視聴ありがとうございました。